改めて甲子園予想をしたいと思います。昨日初日の甲子園予想の結果は2勝1敗でした。第1試合は浦和学院が勝つ当たり、第2試合倉敷工業が勝つ外れ、第3試合またちょっと忘れてきたから、どういうことやねんは九州国際大付属が勝つ当たりと2勝1敗でした。それで本日の2日目は第1試合がまた忘れそう、広陵対敦賀気比は広陵高校、第2試合長崎日大対近江は緊急出場だけど、近江は山田君といういいピッチャーもおるし、本当実力だけだったら全国トップレベルじゃないかと私は思ってるんで、下手したら優勝するんじゃないかと思ってますんで、近江が勝つと思います。で第3試合が二松学舎大付属と聖光学院、これもなんか予想しにくいな。聖光学院も強いし、二松学舎は意外となんか甲子園で勝つなんかそんなにめちゃ強いってイメージないんだよな。昔は選抜準優勝した時あるけど、昭和57年で、まあにでも二松学舎にしときましょう。東京を勝ち抜いてきたということで、それが私の予想です。